瀬戸電気鉄道出来1名古屋鉄道出来201.202瀬戸電気鉄道出来1系電気機関車は瀬戸電気鉄道が申請した直流用電気機関車瀬戸電の名古屋鉄道合併後は出来200型と解消改版された1927年3月に出来1.2の2両が申請された600ボルト専用で突あざ型軸配置 BB 出力 304キロワット、車体長10.2メートル、時長30.5トンであった。日本車両製造製であるが、主電動機は三菱電機製、電装品の一部はウェスティングハウス製である。1939年に、瀬戸電機鉄道は、名古屋鉄道に九州合併されて、名鉄瀬戸線となり、本形式もでき二百0 0系201、202と解消、改版された。 その後、終電装置をポールからパンタグラフに変更、全照灯の位置を変更するなどの改良が加えられたが、瀬戸線から移動することはなかった。収益当初から終わり瀬戸駅堀川駅間での貨物輸送に従事し、瀬戸市の産品、瀬戸、物を堀川の集運へ引き渡し、帰りは釜で使用する焚き木などを積み荷として運送した。後に、貨物輸送は、 大曽根駅で貨車の授受を行うよう変更され、これは1 5 0 0ト昇圧直前まで続けられた。1978年1月末で、瀬戸線の貨物輸送が廃止され、2月以降は、同線1 5 0 0ト昇圧後の車両の運搬に、使用された。運搬は、大曽根駅からの国鉄中央本線への貨物、引き込み線を利用し、引き渡しは、 国鉄線を経引したディーゼル機関車でき200という蘇生で行い、名鉄へ引き渡し後はでき200でき200という蘇生で車両留置場所へ改装を行った。同年3月に瀬戸線の河川電圧1500ボルト小圧により廃車された。201はアメリカに寄贈される話もあったが、諸般の事情で中止され、南千とビーチランド内に生態保存されていたが、 後に解体されてしまった。202は瀬戸市に寄贈され、瀬戸市民公園で生態保存されている。ありがとうございます。